いつもご視聴ありがとうございます。恋愛アドバイザーの津崎まみです。チャンネル登録、 LINE と Twitter 本当にありがとうございます。この動画が少しでもあなたのお役に立てれば嬉しいです。私はプロの恋愛アドバイザーとして毎月100人前後の恋愛相談を受けしています。専門は復縁と婚活です。このチャンネルでは見るだけで恋愛がうまくいくというのをコンセプトに動画を作成しています。お忙しい方やサクッと恋愛の知識を深めたい方、あとは今落としたい相手がいるという方に特におすすめできる内容となっています。ぜひですね、この機会にチャンネル登録をよろしくお願いします。今回はね、謝る技術というのをですねご紹介しようと思います。いくつかねいただいたご相談で、彼氏を怒らせてしまいましたとか、彼女の機嫌を直す方法を教えてくださいというご相談をいただいたので、今回ねちょっとまとめて回答させていただこうと思います。仕事でも恋愛でもどんな時でもやっぱ失敗することってありますよね。でもね、この時によくやりがちなのが、隠そうとしたりごまかそうとしたり、ミスを過小報告しようとしたりとかします。これはですね、怒られたくないとか、なんとか謝らずに済ませたいという心理から来る行動ですね。私もおっちょこちょいでよく失敗するので、ごまかしたいという気持ちがですね、わからなくはないです。誰だってね、失敗しようと思ってやってないですからね。ただですね、失敗をね、過小報告するというのはリスクが大きいのでやめた方がいいですね。失敗したことよりごまかしたことの方が人からの信頼を失うからです。なので、失敗した時はね、正直に謝る。やっぱこれに限ります。ただしですね、正直に謝っても許してもらえるとは限らないですよね。だから、許してもらえる謝り方をしましょうということですね。こういう時は他の人と違う行動をします。違う行動っていうのはね、大げさに振る舞うってことですね。大抵の人は失敗をすると、その失敗をできるだけ小さく見せようとします。謝らなくても済む方法を考えるからですね。あなたはその逆。つまり、大げさに謝るということです。びっくりするぐらい大げさに謝ります。その時にですね、別に大したこと言う必要はなくて、言うとしても人生終わったとか、責任は全て自分が取る。なんてことしてしまったんだろうぐらいの、言ってることは通常の、謝罪とそんなに変わらないです。でもね、重要なのはパフォーマンスですね。他の動画でも言ってるんですけど、人はですね、どんなことを言われたかよりも、どんな風に言われたかを重要視する生き物です。ですから、オーバーなアクションで謝罪の気持ちを表すということですね。心を込めて、自分は人生で最大級の取り返しがつかないミスを犯してしまったという演出をしましょう。これをする理由はですね、相手のボーダーラインを超えるためですね。人間にはですね、怒っている時にここまでは謝ってほしいという基準値が存在します。あなたがめちゃくちゃ怒ってたとします。で、あなたを怒らせた相手があなたの基準値に、届かない、どうも、なんかすいませんでした、みたいな軽い謝罪だったら、さらに腹が立つじゃないですか。そしてですね、基準値に届かない分、だから本当に申し訳ありませんでしたってあなたが謝罪来ると思ってたら、どうもなんかすいませんでした、みたいな、この謝罪が来た時に、この間を埋めようと思って、あなたは、ここがここに達するまで怒り続けるわけです。ところがですね、あなたの想定を上回る謝罪というのを最初からされた場合、めちゃくちゃ怒ってたのに、いや、そこまでの過失じゃないよとか、何もそこまで落ち込む必要ないよと怒ってたにもかかわらず慰める側に回るということですね。これは心理学の理論的によると、感情のバランスを取るためですね。どういうことかというと、人は期待以上のことをしてもらうと、感情のバランスを取るために悪いなーっていう気持ちになるということです。ですから、今回のように基準のラインっていうのを大きく上回った謝罪をされると、謝罪をされた側が心理的バランスを取るために基準を超えた分の譲歩をしなければならなくなるということですね。なので、謝るときは演技を交えて大げさに謝るというのがおすすめですね。よかったら参考にしてください。では最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。カメラ高すぎる？高すぎるんかな？
そんなもんかな。いや、低すぎる、はあ、難しい。